アントニオ・ベルノッキ、イタリアの実業家。イタリア北部ロンバルディア州のレニャーノに繊維工場を建設した。1859年1月17日、イタリア北部のロンバルディア州のカステランザで生まれた。彼は、ロドルフォ・ベルノッキとアンジェラ・コロンボの間に生まれた3人の息子の1人。彼は、ブストアシ,シートの技術学校に通ったが中退した。その後は15歳で、 父の漂白工場を手伝った。1898年、家族と共に繊維事業を開始し、工場をナービアのセロ・マジョーレ・アンゲラに建設した。彼はレニアーノ市長に就任した。1929年、イタリアの勲章を授与され、また、イタリア王国の上院議員となった。1930年12月8日、ミラノで死亡した。 ミラノ記念墓地内にあるアレッサンドロ・ミーニが設計し、ジャンニのカスティリオニが建築したバベルの塔をイメージしたミラノデミメルノを記念碑に埋葬されている。ありがとうございます。